はい、屋敷坊チャンネルです。寒の時期ですね。はい、暖冬と言われてもやっぱり冬将軍が来ると非常に寒いものです。そんな中で布施屋敷お染め店ではこの商品をただいま取り扱ってます。どん。はい、最近あまし見ることがなくなりましたね、白生地。はい、我々染め屋さん業界ではですね、昔から寒染めという言葉がありまして、気温、湿度、水温、これが非常に安定している時期で、同じ染料を使っても通常よりも状態が良くなるというね、とても寒い時期が染めに適しているということで、寒染めなんていう言葉があります。はい、今年もですね、2024年寒の時期が来まして、こちら、この白生地を使ってですね、寒染め企画をさせていただいています。染め台、ドウラ台、ハッカケ台、そして白生地台、さらにはこれを仕立てる縫製台も込みで、平成の時代だと仕立て上がりの25万円くらいでやっていたんですが、この度限定5本ということで、仕立て上がりちょうど20万円でさせていただこうと思います。お客様のご希望の色でこの白生地を染め上げて、ちょうど仕立て上がり20万ということです。はい、こちらの白生地の方はね、吉祥文様ということで、非常におめでたい柄の、独自の柄を付けさせていただいています。はい、山形にちなんだですね、柄と、吉祥文様を織り込んだ独自の素材です。はい、こちらでちょうど仕立て上がり20万円限定5本で出させていただきますので、興味ある方は下の概要欄にお申し込みください。はい、今日は缶詰ということで白生地の紹介をしてみました。